こんにちは、黒田和義です。こんにちは、棚橋です。はい、世界に一つだけの花、もう名曲中の名曲です。そうですね、はい。これはもうドラムはもうキープ一本なんですが、ベースってどうなってるんですか？まずイントロ打ち込みっぽい感じなんで、なんか多種多様なフレーズが出てくるんですけど、なので何やっても合うんで、場所によってタンストトーンタンストトーンってサンバっぽいパターンもあるし、なんで、なんか割と自由な感じ。自由な感じ、はい。ドラムはもうね、キープも基本的に16ビートをもう最初から最後まで全部これでいいぐらい。もう飾りもない感じですか？特に何もやらないですが、よくはこういう点でこういう手でこの100ぐらいのテンポで、なんか僕がよく聞くのはドンッとパーンドンッとパーンって足が鳴ってて、ないね、それ。ないんですか？ずっとバス渋々だから。これが打ち込みっぽいのかな。ちょっと細かい話していいですか？割とラテン音楽とかそうなんですけど、3-2 か2-3かって言って、歌詞とかそういう内容とか歌詞のリズムに合わせてどっちにするかとかで決めるじゃないですか、ああいうジャズ系のものって、この曲って全部なんばーばーにならなくてもいいって全部ターンターンのリズムなんですよ、歌詞が。花屋の店先に並んだなので、僕勝手にバスドラそうなってるって勝手に勘違いしてたんですけど、ずっと渋。そうなんだ。だからベースとメロディーがシンコペーションするけど、ドラマ下で支えてるみたいな感じかな。そうだったんですね。かなりシンプルな、超シンプルやつなんですね。まあ、なんで、展開としては、ネアをやめる。ああ、なるほど。で、B の時みたいな感じにすると。なるほど。サビはこれだし、なるほど。B はつまんないんで、なんか打ち込みはこれっぽいのが入ってたような気がするので、なんかこうラテンっぽいフィルに。そうですよね、今ラテンかなとね。なるほど。なのでそういう意味ではベースはどれだけでも簡単にどれだけでも難しくもできちゃうので、僕の提案だとやっぱ生のベースでやるとしたら、やっぱりバスドラにこれ合わせようとするとダサくなるじゃないですか。それと、リリ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 ってこれはいかんもんで、まあ同じ音でタンスタタンタンストンタンタンスタタンタンスタタンにするとちょっとラテン色が強すぎるんで、ちょっと8ビートのポップスも混ぜようとするとタンスタストンタンスタストン。感じにすると割と中間な感じ。ここの曲はちょっと4分の2が入るのがちょっと、ね、そうですね。まあダンダンワンね、2個余る。そうですよね、そこだけ気をつければ、あとは全然で A の1回目は僕はハイハット、はい、僕ベースは休みですね。でその後ジャン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 からベースが合流してきて、A メロの後半からはあるんだけど、そこも個人的にはイントロほど激しいと場面転換のネタがなくなるじゃないですか。この曲って割と平坦なので、展開がなくなるんで、僕は音をちょっと抜こうかなっていう提案も、例えば、感じでもいいかなと。なんで B が全音符っぽくなる、そうですみたいなね。本当は文字ドゥルルルルみたいなやつがあったりするんですけど、基本的には伸ばし系ですよね。で行けばいいかなと。そうね、まあ完成体がイントロで出てきちゃってるから、そうですね、ドラムもこうなる。だから A メロでドラムはスネアを減らしたりとかで、2回目のスネア戻すんだけど、ああなるほど。になったらワンツースリーフォーって、はいはい、でさまた戻す。基本は16を叩いてて、スネアの数が増えたり減ったりするっていうだけの展開にしてるんで、ね、はいはい、ドラムとしてはめちゃくちゃ簡単なので、なるほど、
スネアの数だけで、なんかその盛り上がりとかスピード感を、なんか変化させられるっていうのは、なんか勉強になりますね、なんか。だから B のとこは、ワン、ツー、スリー、フォー。で、後半は、なるほど、ちょっと加速してサビに行くみたいな感じにしてるかな。基本的にはそれのもう繰り返しのパターンでいけますよね、うん、なのでまあこの曲なんかはもう今後もずっとね演奏されていく名曲なので、はい、ドラムもこの意外とあの、ね、初心者でもすぐできてしまうので、はい、あのちょっと16ビートやってみようかって16ビートはってなるけど、足がね裏入ると16難しいんですけど、まあ、バソラシブで16のフィールっていうのは非常に、はい、あの最初にはこうとっつきがいいので、はい、ぜひトライしてみていただければ。そうですね、一つ提案、うん、提案というか、はい、この曲いろんな方がいろんなバージョンでやってるので、この曲って有名な場所は皆さん歌えると思うんですけど、うん、楽器を演奏しない方にとって、うん、終わりのエンディングの部分って皆さん知ってます？これ知らないじゃないですか。だから楽器を演奏する側に回った場合、うん、エンディングをどうするのか、うんうん、あのそれはあのいろんなバージョンがあるので、うん、それはちょっと相談しながら、うん、あのね、自分たちでちょっと工夫しながらやっていく、うんうん、なんかね、いろんなバージョンがあるので、なんか、ダーラララララララーン、ダカダカって終わるようなやつとか。あ、うちやったやつ、そう、なんか足したね。なんか、ララ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 ラ、なんかずっとバーンって続いてて最後なんか終わるっていう感じだったんで、いろんなやつをね、ちょっと、市販の楽譜のみならず、いろんなバージョンとかね、はたまたいろんなキー、あの、女性のね、あの、キーとか、でやる時もあると思うので、うん、そういう時のためにね、いろいろ、まあ、ベースで言うと、うん、あのコードをちょっとね移すっていう技とか、うん、そういうものを、まあ、多少身につけておくとねいいかなと、うんうん、思います。はい、はい、まあ、これ最後のとかね、ふわっとさせる時はなんかドラム抜けちゃってるやつが多いんですけど、あ、なるほど、抜けるとバンドぐちゃぐちゃになるから、そういう時に、ね、これだけキープしておく、あ、はい、ね、いいかなと思います。なるほどなるほど、うんうん、という感じですね。はい、はい、というわけで、ぜひやってみてください。はい、譜面の方は、ね、あ、そうですね、資料が、公式 LINE 登録していただければ、手に入るようになってますので、はい、ぜひとも皆さん一緒に練習してみましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今日の資料が欲しい方は、概要欄の方にですね、LINE の登録がありますので、LINE を登録していただけると、今日の資料が手に入りますので、ぜひ登録しておいてくださいね。それでは今後もご視聴よろしくお願いします。